はい、じゃあこれからセルフケアの説明していきたいと思います。じゃあまず最初の可動域の確認を行います。はい、それではね、首を左右に順番に右からまず倒してみてください。側屈ですね。はい、左はこんな感じで覚えておいてくださいね。はい、結構です。今度は前後ですね。はい、前の方に座る。手を軽く座ってね。はい、こんな感じですね。大丈夫ですか。はい、そうしましたらね、両手、ゆっくり上に上げてみてください。左右の上がり方の感じ、自分でもちょっと覚えておいてくださいね。はい、じゃあ今度指先を肩に軽く上げて、肩をぐるっと回してね、肩甲骨の動き。動き、はい、結構です。これを覚えておいてください。はい、ありがとうございます。で、この可動域の確認を終了します。はい、それではこれから片手バンザイの説明をしていきます。で、一旦仰向けに寝ていただいた状態で、もう一度肩が全体的に動きますね。あ、右側の方が多少両手をバンザイしてみてください。こちら可動域をないところまでですよ。で、これを立て、今の状態ちょっと浮いてますね。この状態を確認しておきます。はい、ありがとうございます。それではね、ちょっとこちらの右が硬いので右側やっていきたいと思います。では、まず右側の腕を万歳していくんですが、力を持ってしまってね、親指のラインから腕全体を一つの包むような状態意識したままゆっくり上げていきます。で、下ろす場所はですね、無理にグッと押さえつける必要はありません。痛くないところ、こう止まったところですね、ここで力抜いて結構です。はい、痛くないですか。そうしましたら、まずは抗菌ですので、左手で頬を小指が耳たぶの裏側、親指がほうれい線のあたりですね。で、指を少し軽く開いて全体を包むように軽く触れてください。はい、結構です。さあ、この状態で鼻から息を吸ってください。はい、口から吐いて、でもう一度吸って、吐いて、はい、結構です。呼吸を2回繰り返します。次は後傾筋ですので、この左手を首のところです。もしね、触りにくかったらちょっと緩めて。で、首の全体を筒のように軽くふわっと包み込むようにして触れてください。それが無理のないところ。はい、呼吸2回繰り返しましょう。息を吸って、胸筋ですね。胸の筋肉になります。腕を少し下ろして90度に曲げていくんですが、上から戻すよりも腕を水平に移動していきます。それによって、僧帽筋がね、前にまた戻ってくるのを防ぐことになりますよね。で、手のひら必ず内側のまま、親指下ですね。で、大体90度くらいです。で、左手は大胸筋に沿うように、肩から胸の間ですね。ちょうどこの鎖骨のところに親指の筋肉を利用しましょう。で、この状態で息を2回繰り返します。息を吸って、はい、吐いて、ふー、リラックス。そうです。息を吸って、はい、吐きましょう。はい、結構です。はい、ありがとうございます。それでは今度は最後は、広背筋ですね。広背筋やる場合には、今度腕を一度体の方に引き寄せた状態で、ここから手のひらを外に向けるようにして、親指上になります。腕をゆっくり伸ばしていきます。決して無理しないように。痛くないですか。はい、ね、無理ないところまでで力を抜いてください。で、左手は脇の下から少し下のところで結構だと
届く範囲で結構です。広背筋、上腕骨のね、小結節量のところですね、からずっと、骨盤の上のところまで。で、息を2回繰り返しましょう。息を吸って、はい、吐いて。これで、片手バンザイ終わりました。で、その結果どうでしょう。まず頬のかなりこちらの方が上がってますね。で、フェイスライン、顎のラインもかなりスッキリしてます。だから顎の下のところ、こっち ふわふわになってますね。全然違いますね。はい、から先ほど見た肩の右の方が柔らかくなっています。あと広背筋ですね、緩めましたので、広背筋を入れてみるだけでも全然違うのと、あとバストラインまでかなりこちらの方がバストアップしているのが分かります。で、胸の空もだいぶこちらの方がスッと立ってきてますね。ウエストラインまでスッとしていきます。はい、でこれで、片手バンザイを終わります。